はい、ゆかです。今回はですね、ワードプレステーマのおすすめですね、ちょっと解説をしていこうと思います。最近私がですね、お話しする方によく聞かれることがあって、最近こうおすすめのテーマって何ですかって言われることが多いんですね。で、今回はちょっとおすすめのワードプレステーマっていうのをね、解説しようと思います。という感じでちょっと始めるんですけども、では早速ですね、もう初めに、私が今一押しのテーマっていうのをお伝えすると、ワードプレステーマスエルというテーマが今一押しで、いろんな方におすすめさせていただいております。で、スエルの、説明をね、毎回結構しているので、まあ今回はね、こうやって動画にね、撮ってしまった方が、まあ私がごちゃごちゃいろいろ言うよりは、まあ、この動画見てもらうと、なんかわかるようにしておきたいなと思ったので、ちょっと今回、スエルの魅力について語っていこうと思います。で、スエルなんですけど、もうこれ私がですね、今作っている自社のですね、ウェブ制作会社のサイト、これはもうすでにスエルを使ったサイトになっております。まあ、ちょっと見てもらったらね、わかるんですけど、もうね、今時の結構魅力的なサイトが、こう簡単に作れるのが、このスエルのいいところです。こんなサイトが作れます。ちなみに、スエルのサイトが、はい、これがですね、スエルの、テーマのサイトですけども、これ見てもらったらわかるけど、結構インパクトのある、はい、作りができるテーマになっております。こんな感じですね。で、これがスエルのですね、サイトになります。はい、ではですね、私がなぜこのスエルというテーマを、一押しで推しているかと言いますと、ブロックエディターの充実になります。まあ、今からですね、ワードプレスを始めようとする方ですけども、投稿エディターっていうのがあるんですね。まあ、投稿の編集画面っていうところなんですけど、まあ、こういう、投稿するときの画面ですね。こちらを今、使おうとすると、ブロックエディターというエディターを使うんですね。ブロックエディターって今こう出てる画面なんですが、もうこういう形で、ブロックブロックで入力していくよっていうエディターですね。こちらの、機能の充実、機能こちらのブロックの充実ですね。ブロックがめちゃくちゃ充実しているので、私はすごくスエルが気に入っているという感じです。私の今、こう、テーマを選ぶ基準としてはですね、やっぱブロックがどれだけ使いやすいか、ブロックでいろんなことができるかがですね、すごく、選ぶ基準になっているんじゃないかなと思っているので、ぜひね、このブロックがどれだけ使い勝手がいいのかを、選ぶ基準としては持っていただければいいんじゃないかなと思います。っていうところで、こう、今、こう、投稿エディター開けているので、ちょっとスエルのブロック見ていただきたいんですけども、そう、スエルのね、スエル専用のブロックっていうのがここにありまして、これはですね、もう本当にスエルを入れてる人しか使えないブロックですね。あと他のブロックに関しては、ワードプレスデフォルトになるので、ワードプレスですね、こう、何かテーマを入れれば必ず使えるブロックになります。でも、ここのスエルブロックって書いてあるのに関しては、まあ、スエルを使っている人しかできなくて、まあ、ここがね、すごく結構何でもできるよっていう感じですね。で、まあ、例えばこういう吹き出し。今ほとんどのね、テーマで使えるようにはなってると思うんですけども、まあ、こういう吹き出しも簡単に入れることができて、まあ、右左ですね、切り替えができたり、あと吹き出しの周りに線入れられたりとか、あとなんかこう、心の声っていうかですね、こう、出てくるやつが違ったりとか、あとはここ、アイコンの、アイコンをね、こう簡単に付けられたりだとか、っていう感じで、まあなんか自由に吹き出し作れるよっていうのがあります。まあこれはね結構もうどのテーマも今ほとんどこう入ってるような形にはなってるので、あとは
吹き出し以外だったらですね、こういうボタン。ボタンも、まあなんかこういうアイコンつけれるボタンが簡単に作ることができます。あと光らせるとかですね、キラッと光らせるよーとか、立体的にボタン出すよとか、あとアウトラインだけとかですね。まあこういう感じのボタンを簡単に作れます。で、次。ですね、あるとしたら、あとアコーディオンですね。こう、アコーディオンって何かというと、ちょっと見せた方が早いと思うんで、ちょっと入力をしていきます。です。まあ、こんな感じであって、ちょっとプレビュー開けてみるとわかるんですけども、こう、開くやつですね。隠れていて、押したら開くよっていうのがアコーディオンです。こういうのもね、簡単に作ることができる。で、次、ブロックとして、据える。あとは、キャプション付き。あ、この中に入れちゃったけど、こんな感じの、見出しができるよっていうのもあって、さらにですね、ここ。まあ、いろんなパターンで入れることができます。こういうのも、テーマによって違うんですね、選べるものって。なので、ここさっきのボタンにしても、ここがね、こんな感じでいろいろ選べるテーマもあるし、それが選べないものもあるよっていうところで、結構ここもね、充実しているのがスエルの特徴かなと思います。なんでこう、結構いろいろやりたいことが組み合わせ次第で、まあ、たくさんできるっていうのが、すごい私がこう、スエルがいいなって思うところですね。あと、こうテキストをこう入力していって、このテキストに対しても、まあ、こういう枠っていうのが自由につけれます。これもね、テーマによってないものもあるので、あとここですね、スタイルっていうのも選べて、まあ、吹き出し型とか、あとグッド、アナウンス、バツ。ここもね、むちゃくちゃたくさんあるんですよ。これないやつ多いので、こんだけ選べるとかってすごく私的には嬉しいポイントでしたね、ここも。テキストを入力したときに、まあなんか装飾を入れれるっていう感じのね、これもすごくいいところです。見出しに関しても、2パターン。見出しはそんなに選べたりはしないのがほとんどですね。で、テーマで。一応こういうセクション用っていうのが選べます。と、普通のデフォルトですね。セクション用って何って思うかもしれないんですけど、まあ、セクションって通常の投稿には使わないので、トップページとかですね。トップページとかに、ちょっとわかりやすく、見出しとして、ちょっとトップページをお見せした方がいいかな。通常の見出しはこれですね。通常の見出しはこれなんだけど、セクション用にするとこういう感じ。ここに入ったようなシンプルなものになるよっていう。なんか、こういうフルワイドの時に、こういうデフォルト見出しが入ってしまうと、なんかイメージが合わなくなる場合があるので、そこをこういうデフォルトなのかセクション用になるのかっていうので選ぶことができます。で、ここのトップページも見てもらったらわかるけど、このフルワイドのね、デザインってテーマによってはできないことが多いんですね。でも、このスエルに関しては、このフルワイドデザインが簡単にできます。なんで、結構今時っちゃ今時なんですけど、そういう、こう、作りのサイトもできる。今これちょっとコーポレートサイト的なものなので、まあ、ブログとかとちょっと違うかもしれないんですけど、スエルのサイトを見ていただくと、ブログで使った例ですね、サイト制作事例みたいなのがあります。デモサイトかな？ちょっとこれも軽くご紹介すると、ここスエルのデモサイトっていうのがあって、で、ここにね、もう、載ってるんですね。ブログ、スエルを使ったブログ。こんな風に作るといいよっていう例とかも出してくれていて、あとコーポレートサイトこんなんだよっていうコーポレートサイトの例とかも出ているので、まあ、これをね、ちょっと参考にしながら自分のサイトのイメージを
膨らませていくっていうのもすごくいいと思います。はい、私としてはですね、本当にウェブ制作をするので、まあ、そういった時にですね、このスエルっていうのはむちゃくちゃこう幅広く使えるのでありがたいなっていうところで、まあ、なんか今からね、こうワードプレステーマ何か使っていきたいけど何にしていいかわかんないっていう方だったら、私はまずですね、このスエルのテーマを間違いなくご紹介しているので、まあ、迷ったらとりあえずスエルでいいんじゃないですかっては思っております。っていう感じでですね、まあ、ぜひこのスエルっていうテーマ、むちゃくちゃいいテーマなので、気になる方はですね、購入して試していただくといいと思います。まあ、なんか金額いくらですかって聞かれるんで、ここでお伝えしておくと、2021年4月段階では1万7600円の金額になっております。まあ、ちょっと高いなって思うかもしれないですけど、デザインはむちゃくちゃおしゃれでかっこいいです。はい、かっこいいサイト作りたいなっていう方はですね、スエルいいと思うので、ぜひ試してみてください。という感じで、今回ですね、よく私が最近質問を受ける、何かいいおすすめのワードプレステーマはありますか？という感じの質問にですね、ちょっとお答えをさせていただきました。まあ、答えはもう私は今のところスエル一択ですっていうところなので、またちょっとこの辺もね、新しいテーマいろいろ出てきたら変わるかもしれないけど、まあ、現段階ではスエルが本当におすすめなので、ぜひ使ってみてください。一応この概要欄ですね、動画の概要欄にはスエルのリンク貼っておきますので、まあ、そのリンクはですね、一応アフィリエイトリンクなので、あんまり踏みたくないなっていう方はですね、スエルというふうに検索していただいて、そこから見ていただければと思います。概要欄はちょっと私のアフィリリンク貼っておきます。という感じで以上になります。この動画が参考になったのはいいなと思いましたら、いいねボタンお願いいたします。今後もワードプレスの作り方、書き方配信してますので、チャンネル登録もお願いいたします。ということで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。